ション。今日初出荷を迎えた厚見スイカアサリ。その名の通り、愛知県内で採れた直径 3.5 センチ以上のアサリを栄養豊富な三河湾の海中に垂れ下げて1ヶ月以上養殖したブランドアサリです。身が大きく砂抜きをしなくても食べられるのが特徴です。天然のものより少し柔らかいと、で身の縮みが少ないと、料理をした場合に身がかなり入ってるって思われるぐらい入ってます。手間暇をかけて養殖することで付加価値をつけたこの厚見スイカアサリは1キロあたり3240円。カゴの中で養殖するため、他のアサリに比べて大量に出荷することはできませんが、初日の今日だけで予定の20分の1となる50キロの注文が入りました。アサリが入った箱の中には産地を証明する出荷証明書が。そのきっかけとなったのが、入ってますね。大量のアサリを干潟に撒いています。去年1月 CBC テレビの取材で発覚したアサリの産地偽装問題。中国や韓国から輸入したアサリを熊本の干潟に入れて短期間で回収し、熊本産と偽って販売していたもので、食の信頼を揺るがす社会問題に発展しました。問題の発覚後、偽装された熊本産アサリは市場から一掃されました。愛知県産の方も非常に値段が上がってますので、非常に扱いにくくなってますね。はい、まあ、我々の仕入れの価格で2倍から3倍ぐらいの今価格になってきてます。年々漁獲量が減っていた国産アサリの希少性が浮き彫りになり、愛知産をはじめ価格が高騰。去年2月、豊橋市のこちらのスーパーではアサリの取り扱い自体をやめていました。今日改めて同じスーパーを訪ねてみると、こちらがアサリのコーナーになります。愛知産のアサリが並んでいました。あの問題が起きてからすぐは値段はすごく高騰しまして、店舗での取り扱いが、ほとんどできない状況まで値段が上がってまいりました。でその後落ち着いてきてですね、少しずつ値段は下がってきてはいるのですが、ちょっと高値で止まっているような形になっておりますね。今は比較的安定して販売させていただいております。もともと100グラムあたり150円ほどで販売されていた愛知産のアサリ、偽装問題の発覚後3倍近く値上がり、現在は250円ほどで高止まりしているといいます。国産は特に高いね、今ね。結構ね、酒蒸しして食べますので買うときあります。美味しければ買っていきますわ。熊本産の偽装発覚から1年が経ち、旬の季節を迎えるアサリ。正しい産地表示で消費者に届けられます。